サンクスチャンネルで僕らは育った。サンクスチャンネルの子供たちだ。サンクスチャンネル、サンクスチャンネル始まるよ。パラッパラもしたら始めるか。はい。今日は Today's メニューは Today's メニューは今から入ってくる人たちにのクイズがあります。クイズ3人入ってくるんで、とりあえずその問題に答えて。サンクスチャンネルメンバー対その3人ってことですか？まあそんな感じ。 OK。賢そうな顔してるな、これまた。もう一つあったですよね。なんだ？何ウェーブって書いてるんだ、これ。パナウェーブじゃない。見えてるかな？見えてますか？見えてますよ。多分見えてる。今から、今日よろしくお願いします。いきなり。サンクスチャンネルの方にお聞きします。このお三方に共通する点は何でしょう？質問もなし？もうとりあえずですね、どうしましょうかね。もう引っ張って引っ張って、はい、怖いな。おいスケベさん、背景。いや、そりゃそうだろ。正解です、正解です。いいですよ。ボケたのか、それガチなのか、どっちかもわかんねえ。正解です。はいはい。お、ハスキー。音楽グループ。おお、ブーですね。おそらくブーです。共通する、共通。でっけえジョッキ、ジョッキでなんかすんげえ今飲んでたな。バイト先が一緒。ちょっと知らない、知らないけどブーです。知らないけどブー。はいはい、スケベさん、同じ女を抱いた。それもですね、それを今知った。それを今の回答で知った3人。ちょっとその辺は後で聞いてみます。後で聞いてみます、ね。ブーだな。はいはい、はい、実は今日、実は3兄弟、兄弟。おお、なんか面白い回答だけど違います。違うか、ちょっと似てると思ったけど。なんだ、共通点。はい、共通点です。わかった。え、わかった。俺これ当てちゃうかも。マジですか？これマジガチに当て、ガチに当てに行っていいですか？めっちゃ笑ってる。じゃあちょっとあれですね、俺分かったから俺答えないわ。 LINE でもらいましょうか。じゃあ LINE で、はい、多分正解だと思う。それはですね、正解です。正解なんですけど、正解なんですけど、はい、まだあるんですよ、まだあるんですよ。実はもっともっともっと当ててほしいところあるんですよ。もっともっと、はい、はい、これ以上あります？当てるとこ。本当に当ててほしいところはそっちではないんです。もしあるでしたら。本当も来てないわ。3人ともそうなんですか？3人ともですか？はい、3人とも。はい、ゲーマー。おっ、不正解です。いや、もっとサッカー選手。おお。正解です。あ、全員マジですか？すごい、全員サッカー選手。プロっすか？プロってこと？え、見たことないっす。いや、それはないと思うよ。
削らないと思うよ。違う迷路に入りました。いや、それは見たことないよ。見たことないっていう、まあ、難しいと思う、それは、見るのは。え、なんで、千葉ちゃんわかんの？いや、もう答えつなげていいですか、じゃあ、シェンは。ちょっと、ねえ、悔しいな。からもうちょっと、のどちんくす、もう少しだけ我慢しましょうか。じゃあもう2人に。海外でサッカーされてますか？おぉ、いや、違います、多分いや、違うと思う。これは難しいよ。これは当たんないわ。いきなり、はい、どうぞって言われても。当たんないよ。普段、饒舌なスケベが黙ってますよ。え、でもサッカー、元サッカー選手ってことだもん。元サッカー選手。フットサルチーム。ああ、共通ってことだね。いや、サッカー言ってるやん。フットサルじゃん。なでしこ。正解です。本当に？なるほど。なでしこじゃ、え、なでしこリーグでご活躍されてた3人さんってことですか？正解です。え、当たったの？当たった。あの、マジ正解です。マジか。ミュータントウェーブのおーちゃんです。マサです。アサヒです。お願いします。お願いします。お願いします。いや、女を抱いたとかなんか言っちゃったけど、まあ、本当だよ。いいんだよね。いい線はついてた。いい線はついてたもん。そのミュータントウェーブってそれはな、そのなんか会社の名前なんですか？どういう組織なんですか？はい、これは YouTube チャンネルのグループ名で、まあそのミュータントウェーブっていう、波が本当にあります。あの、突然変異したりとか結構激しい波、はい、トップレベルの、サーファーとかチャレンジャーのサーファーしか乗れない波なんで、すごい波なんだけど知られずに終わっちゃうみたいな波で、なんでそういう大変だけど知られてないものだったりとかを自分たちが走っていったり乗り越えていきましょうっていう意味でこういう名前で。あ、じゃあお三方とも YouTube チャンネルやられてるんですね。グループなんですね。そうです。どういうことやられてるんですか、YouTube で。何か喋る？どうぞ。はい、YouTube でやってるのは、まあ自分たち当事者なんで、すごい当事者のこと知ってほしいのかっていうと、すごく活動家寄りとかそういうのではなくて、まあ、そもそも、世界人口78億人いたらいろんな人いるよねっていう、それぞれの違いを伝えたいっていうところで、まあその当事者じゃない人たちをどう巻き込んでいくかっていうところで、スポーツっていう体当たり企画、アスリート性生かした企画と、まあ、元々のジェンダーっていうところで当事者を生かした、まあ、ところでファッションっていうスポーツとファッションの日程でいろんなことにしてるようなグループです。まあちょっとね、リラックストークで、あのちょっとこうそういう関係にこうまつわるところで、ね、サンクスチャンネルの 4名の方が何でも
質問してみてください。なんかこう聞きたいこと、何でもいいですよ。何でもね、なんかこう興味あるところ。胸な、日本のなんか法律の話なんですけど、戸籍に入れるのが子宮卵巣と胸取るところまでなんですよ。名前をあの変えたんですよ。あ、変えてんだ。はい。ほうちゃん、彼氏はいいんじゃない？確かに。え、ちょっといいっすか？ 3人とも女の子？この男女の格差みたいなのは、Jリーガーの選手って知ってるんですかね？そうだね、声出す分めちゃくちゃポジティブな声飛びまくってんの、女子の選手。それすごいなと思うのよ、俺。まあ、ね、メンタル強いな、メンタル強いなと思うのが、女子サッカーの子たちは負けた試合などでもめっちゃみんなで笑顔で集まって写真撮って載せるんですよ、うん、SNS。 男子絶対やんないです、それ。確かに。これがね、すげえいいなと思った。うん、なんかちょっと国民性もありません、日本の。まあ、格差が縮まるかとかは分からないですけど、そういうまあお金だったり魅力だったりっていうのとかもはあるのかなって思うし、結局サッカー好きだからっていうのにたどり着く、何があっても。最後にグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしく。